犬も歓迎してくれてる。マジか。犬も俺たちのこと歓迎してくれてるから。ああ、はい、着きました。これタイヤモンド幽霊寺のやつ。おっきいねー。そう、今日はね、このホテル紹介したいと思います。へい、ここももう3回泊まって、これ3回目やけど超大きいやから、ほんまに一番いいのはもう値段が安い。1泊3000円だよ。プールもついてるし、チェックインしちゃいましょう。あー、おう。じゃあとりあえずお部屋紹介やってみましょう。どうぞ。広いやー。どうすか、めっちゃ広いですかこれ。広いやー。このレベルで一泊3000円台ってすごくない？安くない？ね、ミニオンもおるしちゃんと。いや、ミニオンはミニオン、テレビもドラム缶じゃないし、で冷蔵庫もなんかちょっとむき出しだけど、むき出しの冷蔵庫、投資が。あ、でも俺の方の冷蔵庫の方が消えた。水ね、無料の水が2本入ってます。ね、これ服かける棚とセーフティーボックスもあるし、見て、バスタブついてんね。これは嬉しいよね。 いつもシャワーだけやからね。バスタブ、うん、よくないで、ちょっと疲れたくなったらな。な、やっぱ日本人ってやっぱお風呂大事やん。まあそうやな。これなんかあるかないかだよ、全然違うと思う。これで3000円台ってすごくない？安いよ。鏡もでかいし、うん、あ、大丈夫大丈夫、うん、こうやってセットできないもんって、うん、こうやって眉毛セットしてる。妻でやんのかい昭和か。で、ここはあの、うん、うん、俺の部屋あの焦げた跡あったけどな。外でね、これバルコニーがあるから外でタバコ吸えんねん。あ、窓の外見てなかったわ。外でな、タバコ吸えんねん。これ椅子に座りながらこうやって、うん、こう景色も隣のホテルすごいな。ドナリスめちゃくちゃ綺麗。すごいな。なんかバルコニーめっちゃでかない？ちょっとこっちよりバルコニーこっちと比べると何このバルコニーの。あれあれあれでかいな。うん、まあ、近くにコンビニもあるしね。あれ失敗したこれ。いや言うな、紹介してるから言うな。そう、あ、なんか天気めっちゃ悪くなってきたけど、まあね、スコールあるかもしれんけどな。ほら景色も見てこれ、雑い。何何まあやっぱちょっと入り組んだところにね、海からは離れてるけど、うん、全然大通りにはカートで送ってくれるから、多分物価をにつながるとこかな。あそこのセントラルロードだったっけ。セントラルロードの手前まで出れるのかな。セカンドロードまで出してくれるね、カートで送ってくれるから。うん、 Wi-Fi もあるしプールもあるしね。でこれからちょっとバルコニーかけてるけど、うん、プールの紹介いっちゃいましょう。バタバクってる。行きましょう。プール行こう。おう。これが、ホテルのプールになります。どうすか、ちっちゃいけどめっちゃ良くない？まあ、綺麗やね。フルもついてるっていうのは聞いてたけど、ここまでしっかりしたんがあると思う。屋上ってのがいいよな、やっぱり。そうやな、屋上やし、まあ、開放感あるよね。だろう、うん、これは俺がおすすめの理由なんすよ。うん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 、
ちょっとあの水温チェック。うんうん。冷たいんかな。ちょっとまあ。冷たい方がよ。プールってよく冷たいって言われるやんか。うんうんうん。ちょっと水温チェックしてみたいと思います。うん、この気温にぴったりだと思うんだけどな。ちょっとまあ暑いしね今ね。うん。じゃあちょっとチェックします。はーい。おお。何してんの。どうしたん。ちょうどいい。いやいやいや、体で測んのかい。そうやわ、ちょうどいいわこれ。マジかよ、もうほら、上がったよ。うぅぅ、ありえへん、ないわ。まあでも、ちょうどいい。そうやろ。